竜はじめは五冠末期から三国時代の政治家。呉に仕えた。字は高志五氏。五冠の幼州志氏,氏、竜陽の長子。漢の相続の一人。弟に竜釈、竜なお。娘は孫派の妻。三国主呉氏、竜陽伝に記録がある。父の竜陽は孫作に敗退後、余償に滞在していたが、竜はじめが十四歳であった百九十七年頃に、 亡くなった。龍はじめは、父のもに服しては礼に外れることがなく、父の求心が送ってきた未満品を一切受け取らなかった。御所によると、龍はじめは苦難の中でも悲しみに暮れることはなく、人生を楽しむように身を処したという。弟たちと一緒に暮らし、常に遅く寝て、早く起き、最初も龍はじめの顔を見ることは稀であったという。弟たちは、 竜はじめに対して、父親に対するように使え、客との往来も滅多にせずひっそりと暮らしたという。199年に、孫作が予生をも半途に収めるようになると、手厚く偶された。先に、孫作に敗れ、曹操の元に逃れていた、王明は孫作に手紙を送り、竜はじめは、志と節操を備えた人物になるであろうから、劉との敵対の過去を水に流し、 恩愛を施すよう嘆願した。容姿が淡麗で、教養もあったため、孫作の後を継いだす孫権から長愛された。219年に孫権が表記将軍となると、その幕府に招かれ東総城となり、タスクギ行為、県中中郎将とした。孫権は豪王に奉建されると主演を開いて、自ら酒を注いで回ったが、具本は酔いつぶれた演技でやり過ごし、 孫権が去るとすぐに泉を元のごとく正した。酔っていた孫権は大いに怒り、かつて曹操が公有を処刑した礼を引き合いに、愚本を切ろうとしたが、大臣の劉はじめが利を尽くして悟したためについに、愚本を許した。孫権は、側近の者たちに対し、今後、酒が入った上で自分が殺すと言っても、決して殺してはならないと命じた。孫権が豪になると、大能に認じられた。 クレグンの超音の人物について尋ねられた時、前奏に並ぶ人物と評価したが、超音を気に入っていた大乗の雇用の賛同は得られなかった。暑い季節、孫健は戦場で主演を開いたが、雷雨に見舞われた。孫健は自分の上に大きな傘を差し掛けるとともに、竜はじめの頭上にも同じ傘を差し掛けるよう命令した。他の人々は、 傘の下に入ることはできなかった。その待遇されることはこの通りであった。後に、老中霊となり、229年、孫権が定位につくと、孝六君に昇進。分け、平良症所持の職務を担った。49歳で死去した。死後、孫権は、劉はじめの娘を、孫派にめとらせ、劉はじめの家族に広い屋敷を与え、季節ごとに、 特別な贈り物を与えた。贈り物の量は前奏や長唱に匹敵したという、三国支援儀には登場しない。ありがとうございます。